皆さんこんにちは。ガーヒーによるベルとお菓子の家パート6やっていきたいと思います。前回まさかの ほぼ会話で終わってしまうという味の展開でね、幕を閉めたわけだけど、今回はまあ物語もガンガン進めていこうと思うんで、よろしくお願いします。よし、行くぜ。先ほどの暗闇で見たものと同じ小さな扉だ。ん？ちょっと待って、下は何なの？じゃあ下も行くぜ。ちょっとわからねえから、鍵がかかっている。開かねえのか、結局か。まあなんかやっぱこの後ろについてくる感じはとてもいいね。ん？ん？おい、今なんか明らかにいたぞ。あれ、いなくなった。ホラー要素か。でも今の黒髪の女の子だからマルガレーテなんじゃないの？ピアノ用の楽譜が大量に並んでいる。はい。磨かれたように美しいピアノだ。ピアノ。こんなに近くで見るの初めて。ピアノ、これが？マルガレーテが欲しがっていた時期があったな。持って帰っちゃえば。重いから無理か。黄色い花が咲いている。よく見ると造花だ。綺麗ね。本物みたい。特になんもなさそうだな。なんなんだ、マルガレーテ。お、この部屋。ほう、謎のシミがあるぞ。調べなくてはいけないものかな。扉も小さいと思ってたけど、子供部屋なんだね。そのようだな。誰の部屋なんだろう。さあな。子供部屋か。マグダレーネの子供を生まれたんだったらその子かな。ピンク色のシワ一つないシーツがかけられた小さなベッドだ。何歳ぐらいの子なんだろう。さあな。かわいいベッド。いいな。そう？かわいい私のおちびちゃんへ。おおほほほ。ほうほうほう。ほうほうほう。なるほどね。何を調べなくちゃいけないのかってのは、もう、分かってっけどさ、俺も。ねえ、ハンス、何か見える？お前は見ない方がいい。うん、分かった。じゃあ、この世の景色じゃねえんだな。クローゼットの音がちょっと立て付けによっての何？演出なのこれは。ん？鏡は嫌いなんだ。そうなんだ。イケメンそうなのに。私も自分の顔見たくないから嫌い。お揃いだね。鏡か。でもたまには見るのは大事だと思うよ。やっぱ自分の姿を確認するっていうのは大事なことらしいからね。心理学上ね。はいはい、調べます。この壁のシミ、気味が悪い。そうか？だってなんだか人の顔みたいに見える。ああ、なるほどな。ん？勘違いをしているようだから話しておく。何？どうしたの、ハンス？俺にはこれが人の顔に見えない。え？俺は人の顔がわからないんだ。ごめんなさい。意味がわからない。意味がわからない。意味がわかりません。俺も。
人間はこの壁のシミのように点の集まりでも、配置が顔に似ているものを顔だと認識するものらしい。俺にはその能力が欠けている。わからない。見えないわけじゃないんでしょ？お前は動物の群れを見たことがあるか？牛、鶏、羊、家畜の群れを見て、みんな同じ顔をしているようには見えないか？うん、うん。俺には人間もあんな風に見えているんだ。お前は俺がお前の顔を見て話していると思っているだろうが、俺には見えていないだけだ。甘いものしか食えねえだけだと思っていたら、そうなの？そんな人いるのって俺思ったけど、人の顔覚えられないやついたわ、知り合いに。でもすげえよな、それはそれで。でも認識できないわけじゃないしな、そいつは。人を人と認識できに、人の顔を認識できなかったら、友達どころの騒ぎじゃねえよな。人の顔覚えられねえんだもん。わからねえし。ハンスも友達いねえのか、じゃあ。まあ、性格もきついしな。でも妹のことはわかってんじゃないの？お菓子しか食べられないのと同じ生まれつきの病気なの？これは生まれつきではないが、まあ同じくらい不自由な病気だな。俺がもし他の連中のようにお前の顔を見ることができたら、俺がお前の顔を見て話すことはなかったかもな。ああ、ベルちゃんの顔がひどいからっていうことか。安心しろ。たとえお前がどんな顔をしていようと、村には返してやる。それだけは約束する。会ったばっかだけど、ここまで約束するってことは、なんかベルちゃんに、対する気持ちの変化とかってあるんじゃねえの？ハンスさんよ。どうして？じゃあどうしてハンスは私を助けてくれるの？そうだね。そこになるよね。そんなことを言って私に嫌われようとするの？ねえ、どうして？俺は事実を言っただけだ。嘘。まあまあ、お二人さん、落ち着きましょうよ。って、ヒースは言ってそうだな。もう言うな、そういうことを。面倒な女だな。俺のことなどどうでもいいだろう。さっさと脱出ルートを探すぞ。よくない。よくないよ、全然。ハンス、ちゃんと見て。目が見えないわけじゃないなら、ちゃんと見ればわかるはずじゃない。お前はガキだからわからないだけ。言い訳するな。めっちゃ切れた。めっちゃ切れた。つかここまで怒るってことはやっぱベルちゃんハンスのことちょっと好きだぞ、これは。きっと。俺の予想が正しければ。ごめんなさい。何を向きになっているんだ？あ、やべ、間違えた。何を向きになっているんだ、お前は。ハンス、今まであった、あなたが私の顔をちゃんと見ていなかったのは分かった。だから今度こそちゃんと見てほしいの。どんなによく、ん？やべえな。いや別にね。別にセリフで声変えてるとかそんな大したことしてねえからさ。あれなんだけど、やっぱ読むときにさ、読み手のさ、が誰なのかによってさ、なんかこう、気持ちが入り方が変わるからさ。ベールのセリフをハンスで読んじゃうと、なんか、俺の中でややこしくなっちゃうんだよね。なんかすいません。どんなによく見たって人混みに紛れれば、俺は二度とお前を見つけられなくなる。いいから見て。見ましょ。見ましょうよ。栗色の髪。いいじゃん。膝ついてさ、
変わった髪型をしているな。ママが言ってくれるの。バラ色の瞳。バラジャムを使ったベルリーナも俺は好きだな。うんうんうん。またそういうことを言う。覚えようとしてるんじゃないのこれ、ハンス。綺麗な色だ。首に結んであるリボンも服も同じバラ色だ。靴は暗い、夜空みたいな色だな。例えがすごい刻ったらしいけど、大丈夫？今日世界観的にはすげえマッチしてんのか。こんなん俺言ったら大事件だけどね。死ねって言われそうだね。うん。お前の肌は真っ白に見える。唇が雪に紅を垂らしたようだな。うんうんうん。普通の人と違うでしょ？そうだな。今までに見たことがないくらい綺麗だ。やっぱ綺麗なんだよ。こんな顔こんなことって逆に綺麗すぎて友達ができなかったパターンっていうこともあり得てくるぞ、これ。ちょっと、なおさら気になるわ。声や身長でガキだとは思っていたが、お前、いくつだ？ 9 歳。9歳か。9歳にしては、しっかりしてる部分はしっかりしてるよな、これ。そうか。誰かの顔をこんな風に見るのは初めてかもしれない。ありがとう。さあ行くぞ、ベル。なんならまた手をつないでやろうか？いいよ、子供じゃないんだから。ふん。笑った。今笑ったでしょう。さあな。ハンスのバカ。ごちゃごちゃ言ってないで出発するぞ。うん。参りました。めちゃくちゃ気持ち、和みました、俺。めっちゃ良かった、これ。このシーンだけでちょっと俺、心熱くなったわ。結構な感動です。このハンスの気持ちの変化に。さあ、進めていきましょう。ヘンゼルとグレーテルの絵本だ。これ、古い絵本だわ。最後に魔女のおばあさんが殺されてる。うん。どっちにしろガキに読ませるために作られたとは思えない内容だがな。そうだね。よく考えたら怖いお話だよね。グリム童話ってね、やっぱ怖いんだよね。本当は怖いグリム童話ってあるからね。それをやっぱね、脚色して子供たちに伝えられてるって部分多いからね。けどね、できればね、綺麗な部分で脚色されてる童話の方が俺は好きだよ。怖えもんだって。こんな食われちゃうとか。あれ、こんだけ？まあ、いっか。あ、やべ、またやっちゃった。やべえな、今回もほとんど会話になってんぞ、俺の。おおい。ベル？なんなんだ、ここは一体。普通の人間のふりをして楽しい？魔女だ。お前！ハンス、あなたがなぜ人の顔がわからなくなったのか、教えてあげましょうか。必要ないからよ。あなた、自分で言ったんじゃない。家畜も人間も同じに見えるって。違わないわ。だって人間じゃないでしょ、私たちは。
ええ、ハンス、どこにいるの？ベル、俺はここにいる。ハンス、私が見えないの？こっちに。見渡す限り様々な種類の動物たちがこちらに向かって叫んでいる。わかんねえ、これじゃ。その声のすべてが自分の名前を呼んでいる。パニックだな、これ。みんなハンス、ハンス言ってんのか。違うって言うなら見つけてみなさいな。あなたの可愛い女の子を。ベル、どこだ？返事をしろ。ハンス、ここよ、ここに。わかるはずないわよ、ハンス。忘れたの？自分が普通じゃないってこと。わかる必要もないわ。この子は私が食べるんだから。やめろ！ベルに指一本触れてみろ。俺は何をするかわからんぞ。ふふふ。お気に入りなのね、この子が。ねえ、ハンス、ゲームをしましょうよ。私が10数える間に彼女を見つけることができたらハンスの勝ち。ね？簡単でしょ？貴様。ふふ。子供の頃みたいに楽しいわね。あの頃みたいに呼んであげましょうか？ねえ、ヘンゼル。え？ベルの様子を思い出してください。選択肢は全部で4つあり、それぞれ方向に対応しています。一度選択すると選び直すことはできません。わかった。ここにしとこう。くそ。ベルがどこにいるのかわからない。どれも同じ顔ばかりに見える。思い出せ、俺。思い出せ、ハンス。ベルはどんな姿をしていた？髪は、栗色。瞳は、バラ色。なんかこれだけ見るとちょっと怖いぞ。服は、バラ色。リボンは、夜空色って出てきたぞ。夜空色。肌は、雪のように、雪に、紅がかかったような口をしているっていうから、雪のように白いんでーす。ダメだ、思い出せない、思い出せないのか。ハンス、ここよ。どこだ、どこにいるんだ、どこにいるんだ。ダメだ、見つからねえ。やだ、もう無理でーす。時間切れよ、ハンス。ほーらね、やっぱり人間じゃないのよ、あなただって。死ぬのか、これは。人間ならわかるはずでしょ？相手が同じ人間か、家畜かどうかぐらい。それがわからないなんて、ね。ヘンゼル。黙れ。調子に乗るなよ、クソガキが。ん？ん？ハンス。よかった、ハンス。ハンス？ねえ、ハンス。ハンスってば。はい。ベル。大丈夫？ハンス、顔色が悪い。ああ、あいつの声が耳に残っている。
吐き気がする。幻だったのかな、今の場所は。ああ、そうかもしれないな。ハンス、本当に大丈夫？少し座って休んだ方が。いや、大丈夫だ。気にするな。さっさとこっから逃げ出す方法を見つけなければならんしな。無理しないでね。ガキが気を使うな。行くぞ。うん。よし。俺の個人的な予想だとなんか間違えた気がする。すごく。でも死なねえのか？この先死ぬのか？どっちなんだい？まあいいか。今回はとりあえずここで一旦切らせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ガヒでした。